おはようございます。朝から古文旅、本日はこちら、好き者好き人紹介していきます。現代語訳は高職な人、風流な人、風流人なんて言い方よく現代語訳に出てきます。覚え方2点、すくという動詞で覚えましょう。すくは風流に一途な関心を持っている人、風流、すく、風流、すく、風流、すく、イメージを結びつけておくこと。そしてもう一つ、男女の間で好色な人、好き好き好き者、好き好き好き者、こんな覚え方いかがでしょうか。ちょっとチャラチャラしているお友達に今日は言ってみましょう。君は好き者だね。もしかしたら彼は古文単語の意味を分かっているかもしれない。そんな彼は風流人。いかがでしょうか。今日も頑張っていってらっしゃい。